と集めてくれてるよね、ありがとね。今日はこれで5回やったんじゃない。わー、ほんとこの期間ならではのことだと思うからさ、ちょっとねできるだけやってね、悔いは残さないようにしたいなと私も思ってるので、はい。というわけでね、本当にみんなもお疲れ様だよ。でさっきもさちょっとちらっと話したんだけど、せっかくこうやってねやってるから、この期間のねハッシュタグ作ってさ、なんかちょっとみんなと投稿とかでもシェアできたらいいんじゃないかななんて思ってるんだけど、ハッシュタグが決まらない問題。あ、一日サホの顔が見られて疲れが飛んだとかも、ありがとう、嬉しい、そう言ってもらえると。養生か、いえいえ。あ、あと明日の配信のやつでさ、先にこう画像ね作ってくださってた方がいてね、それも使ってストーリーの方とか上げさせてもらったんですけど、あの夜の星集めが多分ね3の時間は3周できるんだけど、あとの2回が多分2周しかできない設定になってて、なんかもし3が、ね、できなくて4から来るよとか5から来るような人だと可能かもしれないんだけど、とりあえずあの3周の時間とこの後の2周の時間、ちょっとあのこっちの方がいいんじゃないかなって思ったのがあったので、それに して載せさせてもらいました。なのでこの後私があの一応メモでいつも書いたやつみたいな超シンプルなやつ、この後一応載せるのでツイッターの方に、はい、載せます。そうなんだよね、これ難しいよね、この時間から参加できるとかもそれぞれいると思うからさ、とりあえずこれ全部参加してもらった場合はこれだなってやつでやっぱ書いちゃうからさ、まあでもね皆さんいろいろあると思うので。あ、ケンさん、クマタワーをありがとうございます。なんかたくましい腕があ、50カウント完了ありがとう、いろいろありがとうだよ。はい、でもちょっとスケジュールの組み方のコツがコツっていうのかな、あのこの時間だったらこの3周いけるなとかパッて分かるようになってきたので、あ、今日3周できたの1回だけだった、そうだよね、3周めっちゃ大変だもんね、手順も多いし、だから2周はこのね時間来てくれる時に集めた星だけでもあるとやっぱり絶対違うからさ、だってみんなのおかげでこの初日の8位だと思うので、本当にそこは大感謝でございます、ありがとう。私なんかこの配信からさ来てくれてる方もいると思うんだよね、普段あんまねコメントとかで見かけない方もいるからさ嬉しいです、そういうのも本当にありがとうございます。あ、これどうだろうかね、ちょっと後半怪しいよね私、あ、でもね多分ね大丈夫なはずなんだ、なんか奇跡的にあの今日の配信時間がね分かるページがあるの、自分のこう配信のページで、なんだけどすっごいうまいこと時間ぴったりだったんだよねさっき、だから多分この枠ぶつ切りにはならないと思うんだけど、まあ後半ちょっと終わらないように気をつけましょう。でハッシュタグをね考えようと思ったんだけどさ、なんだろうね、ルームザ・ホリンズとか、なんか私っぽい要素も入れたいし、何が入ってた私っぽいんだろうなとか思ってて、ヤッホーペンが行方が、あ、こっちだ、転がっていっちゃった。あ、前の枠が10分早かったらここ2周できたんだ、そっかそっか、ごめん昨日そこまで思いが巡らなかった考えが、そっかそっか、なるほどです、学びました。作法にショールーム選抜を届けたい、え、みんな考えてくれてる、え、作法にショールーム選抜、ちょっとみんなのやつ眠る、スマイルウィズ
作法。でもそれも使いたい。だって絶対最後に言うもんね。そうスマイルウィズユー的なやついいなと思ったんだよね。なんだろうね、ヤッホーサッホーショームルショールームイベ、ヤッホーサッホーショーサッホーの喋り場、なんかどっかで聞いたことある。 なんだろう、喋り場、おしゃべりショールーム、おしゃべりは確かに。あ、豊さん決まったわ、おありがとうございます。そして続けて全角八内さん、生誕登録待ち、明日なんですよね。困ったわ、ありがとうございます。明日はここで引きこもごもなコメントが見受けられるのかと思うとちょっと複雑な気持ちなんですけど、私は引きこもごもって響き好きなんだよね実は手前にも言ったことあると思う。中身は好きじゃないけどね。結局これ多分今日ね決まらないんだよね。うん、決まらないやつだ15分しかないんだもん、そりゃそうだ。でもなんかそうだね、ショールームイベー、アホに選抜を届けたいだっけ、それも嬉しいなって思った。イベとかワードひきこもごもハッシュタグどうしたってなるよね。こもごもなんかみんながこもごも言ってるこもごもこもごもこもごもかわいい、こういうゴモゴモとか多分そういう響きが好きなんだよね私がね。岩立ての壁はもうこれでしょさっきの。まあまたないこともないけどね。ちょっと面白いの。あ、おしゃべりタイムかな。あれ、あ、なんだろう、なんとかタイムが星になって読めないよ。岩立ての壁ショールーム選抜だけじゃないぞ、みんなで一緒にそうだよね、分かりやすいのが私もそう思うから、ちょっとなんかね、なんかないかなって思ってて、ちょっとこれをね集めてまた明日決めると思うんだ3日目、2日目でまだ決まらない。そう、ルームとかもいいしね。あ、これこうやってるか、マッキー乾いちゃうんだ。なんか全然出なくなってきてさ、なんでだろうと思ったけど、私のせいだねきっと、こうしてるからだ。じゃあちょっとみんなのをまとめようぜ。あ、お茶茶なんだっけ、お茶茶タイムか。ちゃちゃ全然してないけどね。でもタイムとかもねいいよね。とかな、わかんない、明日には決めたいよね、私もそう思ってる。あとはなんだっけ、そうだね、作法にとか書いとこう。え、どんどんペンが出てこない、あ、出てこないじゃん、出なくなってる。書いとこ、お、100回目の訪問、コスモスさんだっけこのやつ。あ、あと3分4分で終わっちゃうぞ。あー、あと4分だね。あってた、コスモスさんが100回目の訪問だったし、チャコチさんは初訪問だし、私には見えています。名前は入った方が確かにいいね。サッホーの歌って踊って喋るーム
なんかそういうなんか言いやすいやついいね。リズムこういい感じのやつ、五感がいいやつがいいな。うん、これから考えるからちょっとメモってます、いろいろ。サッホリンズ考えよう。明日の朝は6時半か。何時に起きたらいいかまだ考えてないんだけどさ、実は実はね。じゃあちょっと終わってしまうとこが怖いので、私はこの辺でランキングを読ませていただきますね。喋って食べて歌って、わかんない、食べルームじゃない、そしたら絶対食べてはいる。はい、一旦読みます。13位、Q2さん、2位、カネッチ、あとリランチュさん。11位、ロクちゃん、グンナイ。10位、ワイマツ、あとヨツバさん。9位、ヨッシーさん。8位、タイコさん。あ、7位、ルンさんって読むの、これで。ごめんね、さっきまでずっとリンさんって呼んでた。台湾の方かな、あと台湾。ありがとう。福井がおっさん、ただいま入浴中、浴槽より星を投げる、覗かないでね。面白いんだから。え、ちょっと待って。プレイバックって言いたくなっちゃうやつだよ。はい、13位がリョボさんになりまして、12位がカッキー、あとサキちゃん推し。おー、ありがたいよ、ありがとう。で、ちょっと読んだ人割愛していくよ。8位、ハッシーさん。7位、横秀さん。6位、カズミン、あとサホマニアさん。で、3位がユタカさん。2位、ケンさん。1位、全角8位以内さん。ということで、よかった。まさかのランキング更新が。ああ、もう。でもちょっと多分、まあ、ぶつって切れたら怖いんですけど、明日は6時半から朝よろしくお願いします。そして今日は皆さんありがとうございました。とてもとてもとても楽しかったですよ。餃子も包んだし、なんか千織とセリちゃんともねやったり、いろんな配信がこの期間やっぱできるんじゃないかなって思いました。なので明日はあの ALT ってさ、写真になんか文字つけれるようになってたんですよ、ツイッターが。だからそれやってみたので、よかったらそこも覗いてみてください。最近使ってます、このイベント始まってから。サッホリンズの合言葉、スマイルウィズユーって言っとくね。皆さん良い夢が、あ、良い夢見ない方がちゃんと寝てるんだもんね。うん、複雑。ゆっくり休めますように。私も早めに寝れるようにこれから頑張ります。ではでは、みんなありがとう。また明日会いましょうね。朝だよ。バイバイ。バイバイ。本当にありがとうね。いっぱいコメントも星も。まだ投げてくれてるみんな、すごい。ありがとう。バイバイ。私結構これ時間ちゃんとやったんじゃない今日。すごくない？お、ギリギリ2周できたって人がいるぞ。すごいすごい。ありがとう。バイ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 。あ、意外とぶつ切りにならない。結構ジャストでね、遅れた時もあったんだけど、さっきのやつがちょっと長かったとかもあって、なんかいい感じに3時間やってるっぽいです。奇跡。すごいすごい。切れるまでやるよ。あとちょっとだろうな。切れないね。